こんにちは、すしのこです。電波人間 RPG フリー続きやっていきましょう。さあ、だいぶね、前回6人まで連れていけるようになりました。さあ、今日もこの電波塔でノーマルキャッチできるのかな。みんなでキャッチはローカルしかできないっつってたね。じゃあノーマルキャッチまたやってみよう。どうだ、なんかや捕まえとく、いろいろ。ちょっとジャイロ操作に変えて。背中を狙ってるよ。ほらほら。全員捕まえとくか。なんかこのアンテナがないやつも体力強かったりするみたいだから。ああ、なるほど。アンテナなくても泥だらけとかはもう持ってるんだね。でもアンテナ付きがやっぱいいんだよね。きっと電波人間っていうぐらいだから。で眠り、てててん、眠り。レベルが20で止まってるって感じなのかな。ブラインド、まあ捕まえときましょう。そして、皆さんのプレゼントがまた届いております。ありがとうございます。でちょっと自分より、進んでる人を全部フレンドに追加させていただきました。84名ありがとうございます。さあ、またみんなからゲットしました。だからフレンドにね、大多数の人なったので、もうフォロワー外からのプレゼントみたいな感じにはならないんじゃないかな。大くちばしの証、ありがとうございます。証がいっぱい。ジェリーマウスって一番最初のやつじゃなかったっけ。ロックゲーターの証、ロックゲーター、吸血キャット、あ、なんかこの背景の色で、あのレアが、またカビまんじゅうの証来たよ。カビまんじゅうめっちゃ来るやん。吸血キャット、花もぐら、なんかでも聞いたことある名前のやつばっかりだね。雷町、イビルスパイスの証、何それ。みんな楽しんでますね。結構フレンドの方のプレイ見ましたけれども、プレイというかプレイデータ、あのかなりカビまんじゅうな。初日さん、ありがとうございます。めっちゃプレゼントもらっちゃった。結構もう進んで何十時間もやってる人いてびっくりしました。アカシコレクションやった。はあ、あ、なんか、ああ、こんな感じでね。でイベント、経験値ゲット、あ、今経験値ゲットができてるといった感じですかね。ジュエル埋蔵地、さあじゃあメインの方進めていきましょうか。ジュエル埋蔵地レベル、推奨レベル11。ジェル埋蔵地で多くの地底人が行方不明だ。みんな助けて伝説の首飾りを手に入れよう。よし、よろしくお願いします。どんなとこだ。うん、ここすごく寒くて凍えそうだよ。確か寒いとこ。王石さんはジュエル埋蔵地にいるって金子さんが言っていたけど、どれどれ。私もうすぐお金持ちになるの。なんたってジュエルがいっぱい見つかったからね。今うちの旦那が取りに行ってるの。もう一体いつまで待たせるつもりなの。あ、鍵かかってる。あなたジュエル埋蔵地へ行くつもり。悪いけどジュエルを見つけるのはうちなんだから。あなたたちよ、そのなんか宝石を取る感じに全部かかってる鍵が。じゃああれだ、そうか、装備で前回もらったあの氷、そう、氷耐性つけた方がいいのかもね。知ってる？この村って時々ミストのようなお化けが出るの。普段は触ったりできないけど、聖水エスを自分にかければ触れるの。それかゴーストバスター付き装備が特技なら大丈夫って大人たちが言ってた。これ大変そうだね。ミストのようなお化けはどこから現れるんだろう。きっと村のどこかに隠された洞窟があるんだわ。お、ここは入れるぞ。どれどれ。この家は氷の洞窟で働いてる人たちの宿舎じゃよ。わしはこの家をきれいに掃除しておるんじゃ。わあ、すごい、本当に整ってるね。ここが宿舎か。あ、本とか見れるんじゃないの。ちょっと見てみよう。本は確か見れたはず。カチコチに凍ってしまった時の対処法、慌てを騒ず頭からお湯をかけましょう。お湯かけ、あちー、あのよくランマで出てくるよね、お湯かけるっていう。男に戻るから。ジュエル埋蔵地へ向かった夫が戻らないんです。無事でいてくれればいいんですが、もし夫のアルチエンドを見かけたら、もうジュエルはいいから帰ってきてと伝えてくださいますか。お、あ、なんか鍵がかかってたりかかってなかったり、一体何なんでしょうか。あ、なんかあるぞ、ここ。
ここにある、覚えとこう。ここにお宝ありです。この先はジュエル埋蔵地よ。最近ジュエルがたくさん埋まってることが分かったの。ジュエルっていうのはゴールドより価値のある宝石のこと。だからみんなで埋蔵地に押しかけてったんだけど、その人たちが一向に戻ってこないのよ。もしかして凍えて動けなくなってるのかも。もし埋蔵地に行くんならこれを持ってって。何？夜間。あ、これで空っぽ。途中ところどころお湯が沸いてるから、それを入れて凍えてる人は温めてあげて。あー、なるほどね。あ、お湯空っぽが出ました。どれどれ。氷対策ならうちに任せてください。ステージクリアできないとアイテムなくなるけど、その分ちょっとおまけしておきますよ。これさ、通信切れたらダメなのがもう相当きついんだけど。ちょっと安いけどね。だからここで買った方がいいんだけど、聖水 S ちょっと買っとくか、2個ぐらい。で他は残り3。おお、アンテナパワーな。AP2 回復がこんなに高いっていうね。氷のブーツ、氷のプリント、霜焼け耐性、回避率すごいな、いいな普通に欲しいっていう。あ、氷のお守りってこんなに高いんだ。まあいいでしょう。ちょっと一旦これでいきましょう。みんな凍っちまってんだよ。ジュエルなんてとても持って帰らねえ。どうすっかな。え、なになになに。また俺様のジュエルを奪おうとバカなやつがのこのこやってきたな。絶対逃がさねえぞ。ここに来たことを後悔させてやる。え、あれ、もしかして閉じ込められちゃったのかな。そうかも。今奥の方から聞こえてきた恐ろしい声の人がやったのかな。そうかもしれないよ。私も心配だよ。怖いけど早く見つけ、早く見つけてあげよう。なんか落ちてねえかな、ここ。おおお、11。やべ、強えぞ多分。あ、凍ってる。 あれは大丈夫ですか。大変だ。人がカチンコチンに凍ってるよ。僕もなんかトイレ行きたいみたいになってるけど。文字文字。助けないと。何か氷を溶かせるものがないか探してみよう。探してみよう。どっかに。ははーん、こっち側にある。お、ここに人が集まってる。私は開拓会社の社長だよ。今はこの鉱山を開拓しに来てるんだ。最初は村の人を雇ったんだが、すぐサボったり掘り出し物を勝手に持ち出したりして困ってんだ。結局他の場所から信頼できる人を連れてきたんだよ。おかげで作業は順調さ。さっき宝石商を名乗る男が来てジュエル埋蔵地について聞いてきたんだ。つい教えちゃったけど大丈夫かな。大丈夫ですかそれ。ここはダメと。気をつけな。ジュエル埋蔵地には地底人を凍らせる恐ろしいモンスターがいるって話だぜ。他の村の人たちにも教えないとな。もう遅いって。知ってるか、村のどこかに隠し通路があるらしいぞ。どこに繋がってるのか気になって探してるんだが、どうにも見当たらないんだよな。村にあんのか、マジか。見落としたかもこの近くの階段を上がった先にお湯が沸いてるんだ。寒さで凍えそうな時に利用してるよ。だけど温まりに来てるのか、火属性のモンスターがうろついてるのがネックなんだよね。あ、火属性もいるのね。鉄柵の向こうがモンスターはうじゃうじゃいるぞ。開けると入ってくるから開けんなよ。え、ごめんあ、ごめんこのすぐ奥にあるのは牢屋だ。怪しいやつを見つけてぶち込んでる。どれどれ。あ、ここは固く閉ざされてんだ。じゃあちょっとまず戦ってみますか、ここ。おーい、あれ、よし。おお、ズキンブタバナパワーチャージ、恐ろしいぜ。防御力ダウン、落石もあるよ。ズダダン、結構硬いのかな。水鉄砲、普通に使っちゃった AP あ、弱点なんだ。いいね、弱点持ちありました。レベルがぐんぐん上がってくれるはずだから、ちょっと回復も欲しいけどね。氷のマント、こういうのはねすぐ装備させましょう。14レベル、ラッシュボー、これはちょっと AP 使ってほしいかも。ドゥンドゥン、防御力ダウン。あ、回復してくれるん、回復もやるんか。落石、水鉄砲、弱点ついて25か。どう、
あ、これで半分ぐらいね。フレームストライク、うわ強っ。おいマジかよ。え、強っ。マジか、やばい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 、うーわ、これ一旦帰んなきゃダメ。これはさすがにやばい。リンタもやられたし、あ、でも一応まだいけるか。おい、パーティーボコボコじゃねえか、もう。まだ一応戦えるけど。ここ、お湯が空いてる。夜間に入れて持って行ったら氷も溶かせそうだよ。いいね、持って行こう。よし、よし、急いでさっきの氷像のところへ。まだら、氷にお湯をかけてみよう。かけてみよう。ジュープルプル。まさか少し踏み入れただけで凍らされるとは。この先いくら命があっても足りないぞ。もうこりごりだ。村に帰るよ。村、僕も村帰りたい。僕も村帰りてえな、これ。ちょっとだけ探索していくか。あー痛い痛い。さっきジュエルを取ってこようと思ったら奥のやつから攻撃を食らったんだ。幸い氷漬けは免れたが、全身霜焼けになっちまった。さっきからずっと体中痛くてたまらないんだ。あんたも先に行くなら気をつけな。アーガイル、お、さあどんな感じ。お、また、あー、ここ回復ある。なるほど、こいつと戦ってからアイスシープ、そこ撃、バカバカーン。え、あ、急所ついた。いいぞ、イエーイ。ここに回復あるのは助かるわ。で、ここをゲットして、もう今回復できない状態だからね。ここにお湯があればいいんだが、これは奇世界ボックスの床。うえ、きちゃい、しまった、仕事の場所を間違えちまった。心当たりは氷族の、ね、敵が多いせいで寒くて構わん。早く戻らないと風邪をひきそうだ。あー、ちょっとやばいね。ちょっと、あの凍ってる子をちょっと助けよう。ここなんか可愛い子じゃない、これ。この先何があるんでしょう。え、ちょっと待って、あ、夜間クソでかかった。さっき見てなかった、空っぽになったの。マジかよ。なるほどね。ということはもうこれちょっと使っちゃおう、危ないから。よし、さてさて、あ、ここにお湯あったわ。なるほど、だいぶレベルは上がりましたね。ちょっと、もうちょっとやっぱそ、おお、水鉄砲プラスになりました。いいぞ、さらに静電気プラス、フェイスガード、何これ。調べて、あ、湯満タン、大丈夫かな。もうボロ、もうすでにボロボロですけど。あ、そうだ、フェイスガード手に入れてたから装備しよう。顔、何これ、防御力が上がる。怖いな、もう危ないよこれ。そしてここ、氷かけてみよう。十、誰、可愛い子じゃなかった、全然。助かった、君助けてくれてありがとう。僕はアルジェント、愛する彼女のためにジュエルを手に入れたかったけど、あんな怪物がいたんじゃとてもじゃないけど先に進めないよ。ローザが心配するって、しょうがない、今日は出直すよ。大丈夫でしたか、ちゃんと帰れるかな。あ、うわ、黄金の鍵か。なんかあんまり、ここは、おお、ここ下がれるんだ。え、ひー、命だけはご勘弁を。いや、やばそう。ここにあるジュエルは全部俺様のものだ。俺様がそう決めたんだからな。それをお前は盗もうとした、だから許さねえ。いや、やばいですねこれ。俺様の邪魔するんじゃねえよ。あ、そこであんた助けてくれ。助けてくれたらお宝でも何でもくれてやるぞ。どうだ、あとは任せた。どうしてそんなに暴れているの。ジュエルを取り合いっこするのはやめようよ。そうだよ、そんなこと言って独り占めする気だろう。人間はいつもそうだ。
騙して他人のものを盗むことばかり考えてやがる。ジュエルが惜しければ俺様を倒してみろ。お前も氷のオブジェにしてやる。参ったね。そうだね。危な。ちょっと待って、これ大丈夫かこれ。ちょっとどう見てもきつい、どう見ても厳しい状態ですが、まあ、傷薬でいくか。傷薬、復活のテレポーター、いやーかい、どうしよう。いやー厳しいだろうな厳しいだろうな。いや行くか。レベル14でしょ。岩石魔人、よし頑張れ。岩石魔人防御力ダウンいいぞ。叩きつけ27。まあまあまだ戦える。回復はできないが、静電気、もう AP は全部使うつもりでいけ。多分この先行ったら多いぞ。水鉄砲いいじゃん、頑張れ頑張れ。よしよし、そんなに強くなかった、強かった強かった。痛恨の打撃、おふざけんなふざけんなマジで。コータをやるな、回復できねえんだから。マジかよ、これ一旦出たらさ、これゲットしたアイテムとか全部なくなるんだよね確か。やばいな、やばいやばいやばい。うん、あともうちょいガンスストレス、うーわうーわ、ちょっと待って、全滅しそう全滅しそう、倒して頼む。いやーでもカイリがやられちゃったからな、やばい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 。あとちょっと、あとちょっと効果ボディ、よし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 。あとなんで、なんで叩けんの。うわ弾かれた攻撃、おふざけあー終わった、初めての初めての全滅を食らいました。え、なんこれ、もう復活しないよ。なんこれ手に入れたもの、あーもうこれはジュエルを使わなきゃいけないからダメだ。はあ、くっそ強いね。ちょっとこれは考えなきゃいけませんね。これはお金をちょっと稼がないといけないかも。あ、ここになんかあるな、下なんだこれ、ん、なんですかこれはどっか、どっか行ける場所できた。あ、牢屋が開いてる。あら、え、あら、ここ開いた、開いたね。なんなんだ一体。でも何にも変わんないじゃん。よし、やっと戻ってきた負けねえぞ今度は、今度はガッツ満タン。痛恨の打撃やばすぎるやろ、ちょっと回復してほしいなやばい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 よ、うーわちょっとなんでひでえなまずいですよこれは。1だし、じゃコータ、コータ霜焼けか、倒して倒して、そうそう、ちょっと復活でリンタか、叩きつけ、あー霜焼けで死んじゃった。頑張れ、よし倒した、危ねえもう復活できないんだから。岩石魔人の証、くそ、たくさんのジュエルを食えば俺様もピカピカのジュエル魔人になれると思ってたのに首が落ちた。お、いやいや、どうもどうも、まさか本当に倒してくれるとはな。
私は宝石商のバズーラだ。ジュエルがたんまりあると聞いてきたんだが、あんなモンスターが住み着いてるんじゃ他を当たるしかなさそうだな。よし、助けてもらった例にあんたの島でジュエル販売の商売してやるよ。何遠慮するなって、これも何かの縁だよ。あ、これでジュエルが買えるようになるって感じ。宝箱らしきものがあったぜ。なんかでもおかしいな。あれ、ここ、あれ、あのスイッチ何なんだろう。絶対どっか毎回一個ジュエルがある隠し部屋みたいのがあるはずだから、どっかないかな。ちょっと探します。きっとどっかにあるはず。ただ戦闘があったら、あ、ここ待てよ、なんか、あ、うわ、やばい、ちょっと待って、うわ、やばい、ちょっと待って、回復すればよかったやべえ、だって死ぬまであるぞこれ。ちょっと待って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 、うわ、敵いるか、やばいやばいやばい、いやー、うわ、気持ち悪気持ち悪、ちょっときついかもなこれ。2人っていうのが、2人死んでるっていうのがやばいな。うん、あとちょっとなんだけど、多分まだいんの。嘘、え、2人いた、まずいこれ。ちょっと待って、一旦逃げて、あ、そっか、逃げるでもいいのか。ちょっと回復で、やばいぜこれ、もう AP ゼロだし。おお、え、どこになってる。あ、でもジュエルじゃないこれ。やったー、ジュエル手に入れたよかった、ありましたね。ちょっと待って待って待って、死ぬんじゃないこれ、ちょっと大丈夫、どこになってる誰か。あー、キラが毒になってるわ。待って、これなんか右下ない、これ、ちょっと待って、これ死ぬのでは、ひどいな今の。ここなんかありそうだけど、これ絶対下あるでしょ。あ、あ、入りそう、やった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 、入った、さらにあった、なんこれ、錆びた鍵、なんだこれ。よし、ちょっともう戻るか、死にそう死にそうだけど、もう一応もう大丈夫なはず。危なーこれ。え、毒って治んねえのもしかして。そしたら毒消しとか持ってかないとだ、やばいね。その錆びた鍵っていうのはどうしたらいいんだろう。あれも気になるんだよね、村の隠し場所があるみたいな。これって村は戻れんのかな。あ、待って、戻れそうじゃないこれ。あ、あれ戻れる。ちょっと待って待って待って、ここに鍵あった、ここに扉あった気がする。あ、錆びた鍵、よし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 、なんこれ、手編みマフラーゲット、やった。あ、しかも、あ、で、ここがレベル21以上ってやつか、なるほどなるほど分かりづらマジで。ジュエルは取れた、で、帰ってきたよっていうやつは、アルジェントを助けてくださり本当にありがとうございます。でも今度こそジュエルを手に入れると言って出かけようとしてるんです。また、私はジュエルがなんかなくてもあの人さえいれば幸せなのに。ジュエルに毒されてんだな。君のおかげで無事帰ることができたよ。今度こそはジュエルを手に入れてみせるぜ。あの牢屋開けたのは何も関係なかったのかな。ここは、あ、開くようになってる鍵。何よ、ひとかけらも持って帰れなかったの、全くだらしないんだから。
あんなのがいるなんて聞いてねえんだよ。ジェルなんてとっても持って帰れねえって。ん？氷の腕は、おお、結構いいアイテム取れますね。これ村の探索おろそかにしちゃダメだな。うちの旦那手ぶらで帰ってきたのよ。信じられない。何をやってるのかしら。ジェル見つかるまで家には絶対入れてあげないんだから。いやー、もうギリギリの戦いだったな、マジで。レベル上げないとダメだな。今ちょうど経験値のやつが来てるから、これクリアしたらちょっと経験値のところ行って回復しましょうか。いや、毒マジで回復したい。イエイ、伝説の首飾りを手に入れたぞ。おとうとう伝説装備。伝説の装備だよね。本当にあったんだ。夢じゃないよね。ついに伝説の装備の一つを見つけたよ。君のおかげだよ。ありがとう。やったね。これが見つかったってことは、他の装備もきっと存在すると思うんだ。どこにあるのか見当もつかないけど、これからも一緒に探してくれるかな。もちろん。ありがとう。心強いよ。じゃあ伝説の装備も手に入れたし、島に戻ろう。イエーイ、クリアー。よかった、クリアできた。この岩石魔人の証手に入れたの、よかったんじゃない。どう、じゃじゃじゃん、なんかいっぱいあるね。何、何の連絡。電波人間のボックスの機能が拡張されました。パーティー最大が6人から8人になりました。めちゃめちゃ増えるやん。8人を大所帯じゃん、もう。いやいや、どうもどうも、さっきは本当に助かったよ。早速あんたの島のショップでジュエル販売の商売させてもらうよ。悪いが、ちょっと場所借りるぜ。で、ショップの中にオープンしたってこと。販売所がオープンされました。ジュエルで強力な装備やアイテムが買えたり、特別なサービスを利用したりするぜ。余ったジュエルはゴールドで買い取るから、いつでも来てくれよな。なるべく使わないでいきたいけどね。おめでとうございます。伝説の首飾り、うひ。その首飾りよく見ると妖精の呪文のようなものが刻まれてますね。妖精は風の塔のある場所に住んでいると言われています。妖精は人の能力を引き出す力を持ってるとか。一度会ってみてはいかがですか。風の塔か。伝説の装備のことも知りたいし、もしかすると妖精さんの力で僕ももっと強くなれるかもしれない。確かにね。よし、行こうよ。風の塔へ。風の塔へ行こう。あ、なんかプレゼント今もらった。穴もぐらな。なんかあの赤字手に入れるたびくれてない。ありがとう、ありがとうね。赤字っていうかアンテナ持ちは入ってんだな。こんな感じでいいかな。あ、でも2つとも目覚めるなんだこれ。このでかい方がなんかいい気がするんだが、どうなんだろう。硬くなれ。だいぶレベルは高くなりましたね。でもレベル20までなんだ今は。よし、じゃあちょっと行ってみますか。イベント経験チケットあと5回やってみよう。倒せば一気にレベルアップできるモンスターが出現。すぐ逃げてしまうので早く倒す方法を考えよう。行ってみましょう。あ、なんかいると思ったら。ここは経験チケットじゃ。洞窟にいるモンスターを倒すと経験値がたくさんもらえるぞ。倒し終わって帰りたくなったら足に話しかけるんじゃ。なるほど。モンスターの証を集めてるんだが、ここの証はなかなか集まらない。倒すのも難しいし、いつ来れるわけじゃないからな。コンプリートした人はいるんだろうか。なるほど、こういうとこも証がちゃんと入るってことね。なるほど、ここはパーティーのレベルで出てくるモンスターが違うらしい。レベルが低いうちは入試だけだが、レベル21だと永久死が出る。剣士が出る。もっと上のレベル何が出るんだろうか。歯のモンスターたちは始まりのステージによって生み出されたらしい。歯のモンスターなんだね。奥歯攻略、固く HP も高い。とにかくクリティカルを重ねるべし。女王の歯攻略、存在自体が不明のため詳細不明。何それ。剣士攻略、攻撃力300以上でクリティカル一発。虫歯攻略、しびれさせてクリティカルを重ねるんだ。すげえ。入試、え、逃げなければ全員必中の装備で倒せる。なるほど。永久死は必中プラス固定ダメージで倒せる。まず最初は入死と永久死だけか。まだレベル21じゃないからね。何これ。あ、本当だ、入死がいる。やっほー。
あ、かわいい。かわいい。え、は、宙返り、ボコボコボコ。え、全然攻撃ダメじゃん。すぐ全部必修、必修。あ、倒せる。あ、なんかメタルスライムみたいな感じ。最悪や。おい、最悪や。全員必中。めっちゃ逃げるやん。うわ、本当に逃げる。うわー、怖い怖い怖い。なんか豚みたいなの。頑張れ。ひでえな、おい。こいつは？これ永久死じゃないよね。これモンスターなんだ。よし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 。あー、よし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 。よかったよかった。どんぐらいもらえる ?292。よし、レベル上げたいんだよ。とりあえずちょっとレベル上げたいんだよ。それなのに。あ、よしよしよし、倒したんじゃない。ニューシー来た。ニューシーで9300。ついよ。すごっ、やったー。めっちゃレベルもらえるよ、本当に。ありがてえ。一気にレベル一気にレベル、とんでもなくレベル上がったんだが。いやー、ここはいいっすね。さすがに。クリティカル決まればめちゃ美味しいな。頑張れ。来い。バチン。よし、いったんじゃない。やったやった、超美味しすぎでしょ、これ。やったー、レベル20。マジでジュエルめっちゃ必要じゃん、このゲーム。でも、いっぱい倒して一気にレベル上がって助かったわ。まあいいでしょう。あ、ちょっと待って、これ貼り直したらまた出るのかな。いや、イベントはやっぱやるべきですね、これは。よし、入りましょう。やりました、クリアー。はい、ということで今回はここら辺で終わっておきましょう。また次回、次のね、メインストーリーの場所に進んでいきたいかなと思います。とこの進み方で合ってんだろうか。ちょっとね、装備が非常に弱い気がするので、そこら辺考えたいね。でも、あの経験値の島でだいぶね、レベルは18ぐらいまで一気に上がったので、次もいけるんではないでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。